京都府立落水高等学校は、京都市伏見区、横大地向き日にある府立の高等学校。校舎は、北校舎と南校舎の二棟、あと、第一体育館、第二体育館、体育振興施設、グランド、テニスコート2面、バレーコート2面、自転車置き場などの施設がある。体育振興施設2階に食堂がある。北校舎4階に図書館があり、 平成31年4月1日現在の増書数は3万1994冊である。自主、自立、挑戦を講ぜとし、それに基づいて教育目標が定められている。落水高校の教育の特色としては、生涯の礎となる教育のために落水式キャリア教育を実施している。具体的には、 一年生全員のインターンシップや二年生での地元伏見についての調査研究である伏見学の取り組みなどである。普通科単独校であるが、二年次から大学進学目指すアドバンストコースと大学進学から就職までの幅広い進路に対応するフロンティアコースに分かれる。平成三十年度卒業生の主な進路先は就職セント、四年生。 大学30.1%、短期大学5.1%、専門学校30.5%である、体育系、文化系、落水高校の校訓、ありがとうございます。